はい、土曜日予選終わりました。結果14位、まあ、なんですかね、本当申し訳ないという気持ちでいっぱいです。午前中のフリー走行は、トップだったんですけども、今日ちょっと今と原因がまだつかめないんですけども、ちょっとやっぱグリップが足りずにですね、国本選手 Q1、予選14位ということで、今日は終了しました。まあ明日も天気がいいと思うんで、天気が良ければ、かなりいいペースで走れるというふうに思ってますんで、明日は、表彰台の真ん中目指して頑張ります。今日はちょっと午前中から期待してくれたファンの皆さんには申し訳ないと思うんですけども、明日ファンの皆さん、そしてスポンサーの皆さんの、期待に応えられるように頑張りますんで、チーム一丸となって、表彰台のてっぺんを目指します。応援よろしくお願いします。